せっかく万博とかあるからあるのに俺たち何もやらんのかなみたいな話をやってて、でその時にまあ思い出したのかどうなのか、まあ、みんなで「ウィアーザワールド」みたいな感じで歌ったらええんちゃうみたいな感じで喋ってたら、まあ、輝き未来の、まあ、プロデュースをやってもらってか、まあ、ハートランドのね、あの店長斉藤さんですけど、まあ、こんな話が出たんですよみたいな感じで軽く普通に喋ってたら、もう次にハートランドにちょっと用事で行ったらもう事務局ができてて イラク戦争がもう昨日もテレビで激しくやってる時で、だから本当にもう世も末じゃないかなみたいな、でそこに対してこうなんかね、ホットなメッセージを出せないかなっていうのと、でパッと気づけば万博のタイトルがね、愛地球博だから、愛をこうテーマに、まあ、地球のことを考えたりとか人間と人間のことを考えたり、ただまあそれに対して真面目にこう取り込むような歌を、作れば、まあ、この、何の気なしのノリでできたこの話もすごいいい感じになるかもしれんみたいな感じで、こう最初はやり始めたんです。で、まあ、作曲をラビの増子さんと孫子のおすみさんとやってくれたんですけど、最初まあ曲ができてきましたね。でそれはもうものすごいスピードでできたんですよ。曲はなんか僕がなんかぼーっとしてる間に曲できたぞみたいな感じで、あ、そうなんですかっつって、でこれで歌詞をつけていこうと、どうしても爽やかすぎてメロは頼まれもしないのに作詞作曲両方やって提出したんですけど、めちゃめちゃ暗い曲だから嫌だっていうで事務局で言われて、でその歌詞を作ってる時ぐらいにうちの息子がね、生まれるか否やっていう時なんですよ。だからもうその時から生まれてくるからにはこう絶対こういい人生送ってほしいなとか、まあそういう気持ちがすごいこう盛り上がってた時だったんで、で一番書き終わった時にちょうど、まあ、嫁さんの妹から電話があって、今破水したぞと、で、おおっ、歌詞書いてる場合じゃねえっつって嫁の実家に行って、生まれたての子のなんかね、コケパンみたいな自分の息子を抱いて、その一番で考えてた時の、ものがもっとなんかリアルになったというか、やっぱそのせっかく生まれてきたからには、もう絶対にこう抱えていかなくちゃっていう気持ちがすごい強くなったので、2番は多分そういうのが載って書いてありますね。でそれ「輝き未来」の歌詞を全部書いて、で事務局に送ったら、ただみんなものすごいいいって言ってくれた、すごい、ただねこの圭太君が書いた通りにメロに載せるとラップになるからどうやって削っていいからいいか分からへん、僕から見たらもう細胞傑作だから、だからもう、では任せますって言って、どんな感じで直してもらったの？大切なものって何かなって考えた時に、身の回りにあるんだけれども、あんまり普段気に留めないような綺麗な自然のこう絵をなんか描けたらなっていう感じで描き始めて、であとはもう一人の作詞者のまちこさんとは友達であったんですよ、その時彼女はちょっとね、おめでたで、ね、赤ちゃんが生まれてくるっていう、そのなんか命が生まれるっていう、あ、こういうのが描けたらいいなと思いながら描いたんですよ。そうしたらなんと、ね、ケタさんもそういう体験をしてたんですよね。そう、だから全部ひっくるめてすごい不思議なことが全部に集約されて、今の美香さんの話を集約すると、僕が出来上がって書いたのを見ました、はい、そしていろんな状況があって、はい、ミカソロが全部書きましたと。そうでもない実際出来上がったのを見たら、削られてた部分もあります。あ、本当、はい、マチコさんがニコ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 笑ってこうみんなが手に取れるものにしてくれたっつ、そうですね、あ、それは今の話で分かることですね、ミカソロさんとマチコさんが直してくれたやつが仕上がったらですね、最初に僕が書いたのと全然違うんですよ。よく読めばその僕が作った時のその言いたいこととが増幅された形でできてはおったんですけど、もう僕が書いた時よりも、ものすごい分かりやすくそして
ゆったりとしたメロディーに乗る歌詞になっとったんですよ、うん、あ、なるほど。でそこで最初ずっと読んでる間にこれは違うじゃないかって僕はクレームを出そうと思ったんですけど、うん、今着ていることは残っとったんですよ、うん、まあここが残ってたらいいかもね。あれなんか絵変わってない、変わってないか。いや、大丈夫です。大丈夫ですって絵変わるわけがない。本当はその曲とか聴いた時にこれ歌うの正直お、俺がみたいな。今生きてあ、違う、こんな声で歌える。初めは正直僕もこの歌みたいな。この歌歌うんですか、ちょっと切れすぎみたいなね。レコーディングの時に全部通してみんなでフルコーラス歌っていこうっていうことになってたんですよ、うん、でその時に、まあ、そのプロデュースの斉藤さんと、まあ、僕もちょっとプロデュースを回してもらって、そしたら、ここはどこ誰がいてその時に決めた。あ、ひらめきだ。そう、ひらめきです。小さすぎて見えないけど、きっと星のかけらもありふれた風の中へ。僕からすればみんな年上じゃないですか、うん、なんかこれに呼んでもらえて光栄だなと思いながら行ったんですけど、まあ本当にそれぞれの人がいるんですよ、うん、もう緊張しまくりで、はい、これに参加していいんだろうかっていう、そういうので全然そういう風に見えんかったよね。あ、じゃあかっこよく言おうと思ったのに。いや、だって打ち上げとかもね参加してね、あの、めっちゃしてたね。あの人だよ。ね、せっかくこんだけ集まってるし、うん、まあ、この後ちょっと打ち上げでも入れて、うん、バンドの人たちもこの際交流しちゃうかなって思って、その打ち上げするんですけど、うん、行きませんかと声かけたところ、うん、アコースティック連中はもうほぼ全員来たんですけど、バンド連中がね、うん、バジスタの、うん、ミーミーさんだけだった。バンドの人と弾き語りの人って結構やっぱり垣根があったりとかするから、うん、バンドの人たちって基本的に団体で行動してるじゃないですか、うん、あ、バンド、はい、だから4人で来たら4人で帰るみたいな、あ、ありますよね、うん、弾き語りの人は1人で行くので、うん、いや、なく、なんか周りの人たちと連れて帰ってっていう、うん、だからそういう、まあ、癖っていう習慣がありますよね、うんうんうん、この機会ってないとやっぱりいろんな喋ったことない人とやっぱり出会える機会だから、やっぱり生きたものにしようと思って、うんうん、だから自分にとってやっぱりこの輝け未来っていうそのやつは、うん、いろんな人との出会いっていうのでもやっぱり大きな意味があったなって、うんうん、美しい星の、まず僕が朝起きたらやたら雨が降ってた。ここでさあ BV 撮りに行かなければ、さあ行こうと思ったら これぐらいまで水が。ズボン託し上げて、託し上げてもこのビジュアルでもうと思って着いた時にはもう疲れ果ててトローンとした顔しとった。それでそしたらさらにそこで地震が、そうそうそう、2回ぐらい起きて、そうそう、ありました。本当にもうなんか PV 撮りながら死ぬんじゃないかな。ほぼ全員が揃ったのがあそこで初めてで、あの窮屈な空間に。そう、間違いない、あれは初めてです。仲良くならざるを得ないでしょ。うん、待合室でこうタバコを吸えるところに、うん、こうタバコ喫煙者がみんな集まるやつが、うんうん、どこのバンドさんですか。自分弾き語りやってる大島家だって言うんですけど、結構番長とか言われてるんですかね。いいですか、ということで間もなく到着です。愛知県愛知九博の会場に。来た来た来た、すげー、うぅー、イヤホー。
足踏むって。大きいことをやってるっていう感覚はあったんだけれども、うん、あの場に行って初めて、うん、すんごいことをしてるんだなっていうのを初めて一番最初に感じた瞬間でした。あ、どうも皆様こんにちは。私が今、紹介に預かりました、情熱のフォークロッカー大島明太と申します。よろしくお願いします。愛知九博が未来を輝かせますようサポートさせていただきます。よろしくお願いします。無茶するっていうことになんかこう生きがいを感じてる人の前でなんか普通に喋ったりとかしたら、はい、絶対あいつはついてこんお前だけで出るよ。だから他にさ、無茶するの好きな人いっぱい出るよ。その人たちをついてこなせるのはどうしたらいいかと思ったら、はい、やっぱし万博会場でも、はい、ドーンって言うしかなかったけどね。あの時に、あこの人すごいなと思いながら思ってみた。思いました、はい、よかったわ。いやこの人はいつまでもマイペースなんだなと思ってその星の上に生まれ。そのバイトの、おっちゃんたちが次の日行ったのおい、見たぞもう帽子取れよ、ちゃんとで、ね、ちえぼうがさ、知らんかったんだけど新聞、まあ、中日新聞にね、載せてもらって、うん、写真見たら、うん、あの野郎、俺の肩に手を置いてもう恋人同士みたいに手を置いてじゃあ、かけがえのないものこんなに近く溢れてるのにここまでを全員でいきますよ。ワン、ツー、はい。みんな歌うわけがない、うん、からとりあえず聴いてもらおうみたいな感じでやるものの、なんかあんまりもみんなが歌ってくれないので、これは自分たちに問題があるんではないかと、こんなことを取り入れればこういうふうにしたらっていうのがいろいろあるものの、それをもうこうなんか全員のそのシリーズ参加している57人に伝えるのは結構難しくて、まあ、さらに言葉で伝えただけでもダメなので、だから練習も一応したん。なんか我々ちょこちょこやってて、派遣者の人が2番のサビが始まるぐらいから、手拍子をして、でお客さんに手拍子を促すような感じすると結構いいっていうのが判明したので、最後の最後に手拍子になるとちょっとすごい間延びしてるので、2番のサビぐらいからみんなこう割と手拍子でこう軽やかになってる感じで、まあ極力その手を上げる時もなんかグーでもいいもんで、あなたにこの曲をあげますみたいな動きがいいね。今から思えば、その練習の時も結構来てましたもんね。来てましたよ。あ、その時に一番僕びっくりしたの。あ、この人練習に来てるいや、あんな一回目だったんですよ。だからこそ来たんですよ。来ないと、置いてかれちゃうなと思ってきっと、ね、そうやって思われてるだろうと思ってたんだけど頑張って来たの。一応幹部会を作ったのね。まずなんか僕は発起人からここまで行って、うん、で美香さんには歌唱指導、あとまあみんなを和ませるっていうね仕事っていうことで、ほんであともう一人が
あのやっぱね、睨みが聞く人が一人おった方がいいってことでね、あの作曲者でもある真心大澄さんに入ってもらってね、お兄様に、はい、はい、怖かったね、本当にね、怖い、大澄さん怖かったね、あのさ、この曲は8ビートじゃなくて16ビートなんだよねって、うん、300回も面白かったよね。だってまあ何回かしかやってないけど、ね、大澄さんがこう面を見ながらね、なんかこいつとこいつとこいつ来てないから全部クビにしましょうよって言われて、そういう歌じゃない、そういう歌じゃないんですからゼップのレセプションで歌った、うん、で初披露、はい、あの時になんかみんなで実際になんかそうやって、まあ、ライブとして歌った時のまとまりがその時はあんまなかったんですけど、うん、勢いだけはあったじゃないですか、うん、だからそれがすごい、あ、なんかいいな、万博っていうものはみんなで盛り上げるものであって、うん、その万博ソングっていうものもそうじゃなきゃやっぱりダメじゃないですか、うん、だからそれにふさわしいんじゃないかなと思って、あの時結構、あ、なんかいいなと思って、